E アミューズメントパス。E アミューズメントパス。E アミューズメントパスは、コナミアミューズメントが提供している、アーケードゲームのオンライン接続サービス、E アミューズメント対応ゲームのプレイデータ、成績キャラクターの能力など、を記録するための IC カード。略称は、E パス、アミパス、アミューパなど。対応第1弾は2005年11月発売の、ベースボールヒーローズ。 2010年11月17日に稼働開始したマージャン格闘クラブウルティメイトバージョンを皮切りに、この日以降に稼働開始した一部作品で電子マネーに対応している携帯電話、お財布携帯の IC チップ利用していい、e、アミューズメントパスとして使えるようになった。本校ではカードタイプにのみ対応する機能等についてはカードと記述する。 2018年9月5日より公式表記がすべて小文字の E、アミューズメントパスに変更された。本記事では E、アミューズメントパスに付帯する形でサービスを開始した電子マネー、パシリニ、パセリーについても説明する。以前からコナミは E アミューズメント対応のエントリーカード、磁気カードを採用していたが、それらは各作品専用のもので互換性はなかった。 例えば、ビトメイニア EX9 ススタイル用のエントリーカードは、マージャン格闘クラブなどでは使えず、また、ポップ、n ミュージック級のカードは、クイズマジックアカデミーなどでは使えなかった。また同一作品であっても、次回作家同時には、前作のカードは原則継続使用できず、カードを買い直す必要があった。E、アミューズメントパスは、一つの E、アミューズメントパス。 カード、または携帯電話で、クイズマジックアカデミー、ポップ、N ミュージック、ギターフリークス、ジュビット、マージャン格闘クラブなどの良、e、い、ミューズモントパス対応ゲームすべてに使用でき、また同一作品の続編作品は、前作のプレイデータを引き継ぐ機能を持つようになった、ことで、エントリーカード時代の弱点が、ほぼ解消された。ただし基本的に一つの良、e、い、アミューズメントパスには、 一つのゲームにつき一キャラクター、ユーザー分のデータしか保存できないため、別のキャラクターやプレイデータを使用してゲームを新たに死し,したい場合は、別の E、アミューズメントパスを作成する必要がある。例外として、エターナルナイツでは最大6キャラまでのデータを保存できる。技術的には E、アミューズメントパス自体には固有のカードナンバー、ユーザーコード、 A 数字16桁のみ記録され、エントリーカード同様プレイデータは一切記録されていない。認証後にカードナンバーを使って、コナミのサーバからプレイデータをゲーム機にダウンロード、1プレイごとにプレイデータを自動的に保存して、認証解除後に最新のプレイデータがサーバにアロードされる仕組みになっている。そのため、エントリーカード同様、ネットワークシステム障害発生時、 定期メンテナンス中、毎朝後から7時前後、サービス終了後の旧作、店側でネットワークに接続していない、オフラインモードといった場合には、e アミューズメントパスを利用した、プレイできない。登場当初は、カードスロットにカードを差し込むタイプが中心だったが、電子マネー対応携帯電話への対応発表以降はカードをかざすだけで認証が行われる、タッチ式。 カードリーダーが主流となってる。先日の通り、アミューズメントパスにはそれぞれ固有のカードナンバーが設定され、対応ゲーム機の認証、暗証番号登録画面から確認できる。e アミューズメント公式サイトでは紛失、破損時の再発行は行わないと記載されているが、カードや携帯電話を紛失、破損した場合でもコナみ ID にカードナンバーを紐付けしていれば、 口実のサイトにて、新しいカード、または携帯電話にカードデータの引き継ぎができ、事実上の再発行サービスとなる。携帯電話の場合は、電話機本体から直接、カードナンバーを確認する手段がないた、カード以上にメモ及びコナミ ID への紐付けが強く、推奨される。引き継ぎ完了後、引き継ぎ先のパスの暗証番号は、元のパスから引き継がれ、引き継ぎ元のパスは、 暗証番号が消去され未使用扱いとなる。各種限定カードの特典は原則1枚につき1データであるが引き継ぎサービスを利用することで1枚のカードで複数ゲームの特典を受けられる。対応ゲームのネットワークサービスが終了した場合はデータ閲覧サービスも同時に終了となる。カード裏面の注意書きの変更などは何度か行われているため、 表面のイラストのもとに世代を分けて説明する。赤字に世界地図の絵が描かれたデザイン。魔法によって表面の印刷が剥がれることがあった。2008年4月25日発売。銀字に世界地図の絵と二重の円が描かれたものになっている。材質変更によって耐久性が大きく向上した材質変更は熊5限定リエールカードから行われている。 2013年のブランドロゴ変更、枠のないコナミグループロゴへの統合に伴い、ブランドロゴ部分だけを差し替えたバージョンが2016年3月まで発売された。2016年4月発売。白と赤のシンプルなデザイン。今後のパシリの発展のためセキュリティ性能が向上したが、その影響で一部旧機種において使用できなくなった。また、日本国内専用であること。 日本以外、E アミューズメント対応ゲーム機が稼働している韓国、なども含むで使用したことによるトラブルに対する面積も明記されている。なお、口実する限定柄カードも3代目発売以降、同じ仕様となることから、理ンのパシリーロゴの有無によって、初代、2代目カードと見分けられるようになっている。3代目カードで、初代、2代目カードとの完全な広報互換が立たれたことで、 好みは三代目カード非対応機種のプレイには初代二代目カードを使用する要注意喚起を行っている E のロゴマークからアミューズメントパスが明記されているものが三代目である2018年9月発売白と赤の背景に水玉模様が入ったデザインこのバージョンより名称が E アミューズメントパスとすべて小文字表記になっており公式サイトや 各種対応ゲームタイトル内の表記も順次変更されている。また、表面左下及び裏面右側、一部の限定版では裏面のみにアミューズメント IC のアイコンが描かれており、裏面の16文字の A 数字のカードナンバー、ユーザーコードに代わり20桁の数字のアクセスコードが書かれているカードナンバーはゲーム機に表示される。どちらの番号でもいい。 アミューズメントサイトに登録可能で、登録後はカードナンバーとは別にアクセスコードも表示される。2018年10月25日からアミューズメントアジーによるセガインタラクティブのアイメ並びにバンダイナムコアミューズメントのバナパスポートとの相互利用が開始された。セガインタラクティブとバンダイナムコアミューズメントのゲームでは一部を除くタイトルで使用できる。 2018年2月9日に、コナミアミューズメント、セガインタラクティブ、バンダイナムコエンターテインメント、当時の3社は、アーケードゲーム用、IC カードの使用を統一することで合意。これにより、アミューズメント IC マークが入るカードは、セガインタラクティブ並びに、バンダイナムコアミューズメント、2018年4月1日付で、バンダイナムコエンターテインメントから、 アーケードゲーム事業の遺憾を受けた上で、ナムコから称号変更のアーケードゲームにも対応し、アミューズメント IC マークが入るアイメ並びに、バナパスポートとの相互利用が可能となると同時に、アーケードゲーム用 IC カードは相互利用を開始したコナミセガ、粉見せがバンダイナムコ連合と独自に、ネスカを展開する対等に集約されることになった。 コナミアミューズメントが今後リリースするタイトルは、すべて、アミューズメント IC 対応となる。なお、3代目までのカードは、セガインタラクティブ並びに、バンダイナムコアミューズメントのタトルでは使用できないほか、4代目カードも、セガインタラクティブ並びに、バンダイナムコアミューズメントのアミューズメント IC、非対応タイトルでは使用できない。アミューズメント IC 非対応タイトル、口実に関しては、 四代目 E、アミューズメントパスや二代目、アイメバナパスポートは使用できず、三代目までのカードを継続して使用する。他社のゲームやサービスを利用しない場合も同様である。使用回数に制限はなく、物理的損傷がなければ、理論上半永久的に使用可能。またプレイデータも、当該ゲームの E、アミューズメントサービス終了まで保持される。 カードの場合は全ゲームのサービスが終了しても暗証番号、パシリー利用設定等の設定情報が残るが、携帯電話の場合は一切残らない。作品によっては次回作に引き継げる場合があり、新作をプレイするときに、旧作からのデータを引き継ぐことができる。引き継ぎ期限あり。有効期限が設定されていた頃は、可表の有効期限を過ぎた場合に、データが削除されていた。 この表はあくまでも最後にプレイした日付により付与される。もので、実際は2012年3月28日に、全データの有効期限がなくなるため、実際の有効期限と異なることがある。2012年3月28日時点で、データの有効期限が残っていれば削除されることはない。有効期限が設定されていた時期には、大規模な災害、重大なシステム障害、 ゲームの仕様変更等により多くの会員に影響が出ると予想される場合、コナミの判断によって特例措置が取られることあった。なお、不正行為と判断された場合は、自覚の有無に関わらず予告なく、プレイデータが削除されることがある。なおい、e、い、アミューズメントパスを使用しない場合、障害、メンテナンスオフラインモード含むも対応ゲームのプレイ自体は可能だが、 名前や成績が保存されない、特定のゲームモードがプレイでないトープレイスタイルが、著しく制限される。コナミ ID に E、アミューズメントパス、もしくはアミューズメント IC 対応カードを登録する、ことで各ゲームのプレイデータ閲覧、キャンペーンの応募、データ引き継ぎ、暗証番号変更、独自サービス登録などが行える。また一つのコナミ ID には、 最大50個のパスを登録できるが、同時に参照できるパスは一つのみであるため、他のパスのデータを閲覧するには切り替える必要がある。詳細なプレイデータ閲覧等の機能は、月額費を払うことで閲覧できる。データ閲覧サービスは全ゲーム共通で、対応ゲームのプレイデータが追加されてそのゲームのサービスを利用したい場合も月額は変わらない。 コナミはかつて情報閲覧サイトとして、携帯電話、フィーチャーフォン専用のコナミネット DXE アミューズメントコーナーと、パソコン専用の E アミューズメントパスメンバーズサイト、E メンバーズサイトを展開していたが、2011年4月25日に、パソコン、携帯電話、スマートフォンに対応した登録制 SNSE アミューズメントゲート、ゲート、ゲン E アミューズメントを開設。 同年9月には E アミューズメント関連サービスを全てゲートに集約すると発表し2012年3月31日にコナミネット DXE アミューズメントコーナーを同年4月2日にメンバーズサイトをそれぞれ閉鎖した旧所 E アミューズメントゲートイアムスメント2013年2月20日一部機能をグループ企業のインターネットレボリューションが運営する tsutay.com キーウィ現キーウィに統合してイアムスメントに名称変更した。しかし2015年3月末にキーウィがサービスを終了することから2014年11月28日実施予定のキーウィアカウントとコンネミドの統合作業完了後キーウィに統合していた機能を再びイアムスメントに統合する予定。なお e とアミューズメントの間に ハイフン、タイは入らない。2018年9月、E アミューズメントに名称変更した。グループ掲示板やフレンド間のミニメール等で交流できるほか、ゲームによってはグループをサークルとして設定することで、マッチング機能によって同じサークルのメンバーとの対戦や協力例ができる。パス情報の確認、カードナンバー、プレイデータや管理。 暗証番号変更等ができるほか、ベマ2シリーズなどのプレイデータ閲覧、クイズマジックアカデミーのキャラクターカスタマイアイテム、マージャン格闘クラブのビジュアルアレンジなどのアイテム課金によるサービスも提供されている。新規登録には、好み ID が必要。過去にナミネット DX やメンバーズサイトを利用していた場合は、好み ID でログインすると登録していたパスが全て引き継がれる。 また、プロフィール設定にキーウィを利用するため、E アミューズメント登録と同時に、キーウィにも登録される、コナミ ID 統合後は登録されない。以前は、使用済みパス、暗証番号設定済み、プレイデータ1個以上のカードナンバーも必要であったが、2013年6月21日から開始された、E アミューズメントパス、仮想サービスで仮想パスを発することで、 手元に使用済みパスがない場合でも登録できるようになった。発行された仮想パスは E、いいアミューズメントサイト内でしか使用できないものの暗証番号、パシリー使用設定、プレイデータ作成等カード、または携帯電話による正式なパスと同等の機能を持ち、データ引き継ぎサービスを使って正式なパスに移行できる。一部作品ではスペシャルサイト、 作品の公式サイトと E アミューズメントサイトを統合しており、スペシャルサイトの閲覧自体は E アミューズメントに登録しなくても利用可能である。登録完了後すぐに利用できる機能。すべて無料。詳細データの閲覧には、基本的に E アミューズメントベーシック構成への加入が必要。月額税込み324円。決済方法はクレジットカード、 またはパシリー。全国ランキングなど一部項目は無料で閲覧できる。カッコ内は対応しているシリーズ作品では稼働予定の作品。なおベーシックコースは原則として毎月1日に自動更新、月額料金決済されが、お試し目的やミッション目的で1ヶ月だけベーシックコースに入りたいというユーザーのために途中解約も可能で、 その場合も解約手続きを行った月の月末までは、再課金なしでベーシックウースの利用を再開できる。ただし月末までに解約しないと翌月分の課金が発生する。購入にはパシリーが必要。ゴルフシミュレーター、ゴルフコネクション及びスイング診断機、スイングチェックアイのトレーニングデータ閲覧サービス、コナミグループのデジタルゴルフが開発。 合併により2014年1月から2016年10月までは、コナミデジタルエンタテインメントが販売し、コナミグループ再編に伴い2016年11月以降は、コナミアミューズメントが販売。当初は E、アミューズメントゲート、現 E アミューズメント本体で展開していたが、2012年3月に独立。 ただ独立したとはいえシステムは共通で E アミューズメントと同じ手順で利用可能。コンネミドにゴルフコネクション、またはスイングチェックアイのデータが記録された E アミューズメントパスを登録してログイン。2012年9月から詳細データの閲覧に必要な月額課金コース、ゴルフコネクションベーシックコース、後にデジタルゴルフベーシックコースに名称変更が開始されたが、 e アミューズメントベーシックコースと違って、現時点では、パシリーによる、月額料金決済に対応しおらず、利用中の好み ID で、e アミューズメントベーシックコースに加入している、場合でも別に登録が必要。急称、e アミューズメントクラウド。e アミューズメント対応タイトルを個人 PC で、プレイ可能なサービス。詳細は、こなすけで記載。 コナミネット DX を利用中のコナミ ID を使って同サイトにカードナンバーを登録すると、その E い,いアミューズメントパスを使ってプレイした各ゲームの詳細なプレイデータを携帯電話で確認できた。メンバーズサイト非対応で当サービスでのみプレイデータ閲覧可能なゲームもあった。コナミネット DX の月額会員向けサービスだったが、 ゲートへのサービス集約に伴い2011年12月1日より、無料、翌2012年3月31日付で、閉鎖された。E、アミューズメントゲート同様、ゲームデータの閲覧ができた。ゲートへのサービス集約に伴い2011年12月1日より、無料が、翌2012年4月2日付で閉鎖された。カッコ内は対応シリーズ。 続編のサービスがゲートに移行したものを含む。現在はすべて終了している。サービス終了に伴い2011年12月1日よりすべて無料化。購入にはパシリーが必要。コナミのアーケード向け電子マネーサービスで名称はペースマートエンジョイライフ、ペースマートエンジョイライフを略したもの。稀にパセリと表記されている場合があるが、それは語気である。 イメージカラーは野菜のパセリと同じ緑色だが野菜のパセリの綴りはパセリである。2016年6月30日まで単位として P1P イコール1円を使用していたが2016年7月以降は円表記。前身であるコナミコインは2008年4月に E アミューズメントパスメンバーズサイトでクイズマジックアカデミーこの キャラクターカスタマイズアイテム販売サービス用の課金ポイントとし導入された。2009年9月にアミューズメント施設における電子マネー機能を追加、名称もパシリーに変更された。E、アミューズメントクラウドをプレイする際は、本ポイントのみの決済となる。家庭用ゲーム機である、プレイステーション未対用ソフト、マージャン格闘クラブ申請。 全国対戦版にも対応しているほか、2014年には他社製品やゲーム以外、飲食店などで使えるようにすることも発表されている。2016年2月には、セガインタラクティブとの間で、アミューズメント施設向けの電子マネーインフラの協業を検討することに合意し、2016年10月に、両社はマルチ電子マネーサービスの概要を発表した。概要では、 パシリーの他にも、交通系電子マネー、流通系電子マネーを一つの機器、新型ターミナルで対応する。2016年秋の試験導入を経て、2017年4月17日から、全国展開を開始した。セガエンタテインメントの IC カード対応店舗では、他社を含めたほとんどのアーケードゲームに対応している。パシリー対応店舗。 入り口等に対応店舗であることを示すステッカーが貼られており、対応ゲームのデモ画面でも確認できるでは、通常のクレジットプレイとパシリー使用プレイが選択でき、パシリーを利用した場合にのみ選択できる、モードサービス、サービス内容については各ゲームの記事を参照もある。従来は、現金プレイとパシリ料金の基本設定が、同額の場合が多かったが、2014年頃から、 パシリーの基本料金を高くする一方で、パシリー専用のコンテンツの充実が図られるようになった。パシリーの基本料金を値上げした時点で、一部の機種では現金でプレイすると、値上げ前には存在しなかった制限を受けるようになった。1プレイの基本料金は、現金プレイと同額だが、パシリー専用のオプションが選択可能になったり、大解決や月間店内ランキングで優遇されたり、 する場合もある。これらの設定はすべて店舗の裁量次第となっている。料金は細かく設定することが可能で、パシリー使用プレイの方が安い、クレジットプレイの方が安い設定も可能。また、消費税が増税されても正確に転嫁できることから、1プレイ 103P に設定する店舗も出現している。なお、パシリー使用可能状態では、他人の乗っ取り、パシリーを勝手に使用する。 プレイ防止のため、プレイ料金の決済方法を選択時に、完全にゲームを量させてから離席してくださいという、趣旨の警告文が出現する。また、エターナルナイツトラストなどパシリーが、使用可能なメダルゲームでも、ノットリによりが手にメダルやアイテムを購入さる恐れがあるため同様の警告文が出現する。プレイ時間が長期にわたりやすく、 途中休憩が可能なマージャン格闘クラブなどでは、店舗次第で休憩ボタンによる途中退席が認められている場合がある。その場合、復帰時に利用中のパスを読み込ませた上で、再度暗証番号の入力が必要となり、時間切れの場合はその場で強制終了扱いとなる。家庭用ゲーム機での使用は、好み ID があれば可能である。また、アーケードゲームで使用するには、いい。 アミューズメントゲートでパシリーが使えるよう設定を変更する。同じコナミ ID に複数の E アミューズメントパスが登録されている場合は、それぞれの E アミューズメントパスごとに設定を行う必要がある。この設定は後から変更することができる。パシリーはコナミ ID 単位で管理されており、一つのコナミ ID につき最大2万 P まで保有可能。 同じコナミ ID に登録されている複数のパスの利用設定を有効化することで各パス間でパシリーを共有できる。有効期限は最後にチャージもしくは使用した日から1年。コナミのアーケードゲーム並びに家庭用ゲーム以外の機器におけるパシリー使用の手順は以下の通りである。当初は専用サイトからチャージする PC、携帯電話対応、スマートフォンは pc サイトしかなかったが、現在では口実するパシリー、チャージ機により、店舗でのチャージも可能になった。専用サイトの決済手段には、クレジットカードウェブマネービットカーシュパシリーカード、プリペイドカード、1000円がある。専用サイト上でのチャージ可能金額は 500p1000、p2000p3000p5000p の5種類固定で、多数単位のチャージはできない。 パシリーカードについては口述参照。また2011年4月19日より、専用サイトでのチャージにクレジットカードを使用した場合、ポイント残額が設定した値以下になると、自動的にポイントがチャージされる、オートチャージサービスが開された。初めて設定するときは、一度通常のチャージ手続きを行うと、手続き中にオートチャージの設定が現れる。 オートチャージを行う残額とチャージするポイント数、どちらも 1000.20003000.0005000p の5段階を設定して、チャージ手続きを完了させると、以後は残額が設定値を下回ると設定されたポイント数が自動的にチャージされる。オートチャージ設定は専用サイトから自由に変更、解除できる。なお1日のオートチャージ回数が一定数を超えると、 オートチャージは停止され、再開するには専用サイトからオートチャージ回数をセットしなければならない。2011年3月9日より、全国アミューズメント施設で、パシリーカードの発売が開始された。カードを購入して専用サイトに、アクセス、裏面のスクラッチ部分を削ると現れるひらがな18文字、6文字6文字から6文字のコードを入力することで s m p がチャージされる。 pc、携帯電話どちらからでもチャージ可能。2012年3月26日からは自動販売機型のパシリーチャージ機が順次稼働が開始され、現金で直接チャージができるようになった。従来は、好み ID の登録とパシリー使用設定が必須であったが、2013年8月15日より、好み ID 未登録の E。い。 アミューズメントパスを読み込ませた場合、仮登録のコナミ ID がパシリー使用可能状態で付与されるようになった。E、アミューズメントパスをかざして暗証番号を入力した後、現金紙幣を投入する。現在1000円札以外の紙幣が投入できず、一度にチャージできる P は 1000P 固定であり、1000円札を追加投入することで 2000P 以上のチャージに代用できる。 チャージ期に置き換わる形で、パシリーカードの店舗向け販売は終了している。購入済みカードのチャージは引き続き可能。2015年3月23日から導入されたパシリーポイントは、1日あたりの使用金額 200P、消費税込みごとに 1P 付与、200P 未満の場合も 1P 付与され、10ポイント単位で 10P に変換できる。 パシリーポイントの有効期限は、翌年度末、例、2015年4月1日から2016年3月31日に、発生したポイントは2017年3月31日まで有効。ただし2015年3月23日から3月31日に、発生したポイントも、同日まで有効。店舗、または、E アミューズメントクラウドでサービス提供中の作品を、 記述する。この他にもヤムスメント、ベーシックコース、ヤムスメント欠額会員の決済手段としても使用可能。通常購入可能なデザインの他に、家庭用ゲームソフトの発売特典などで様々な限定柄のものが制作されている。また、クイズマジックアカデミー4限定版から、全国のアミューズメント施設で、量限定で販売という形態も取られるようになった。 これらの限定柄カードの一部には、特定のゲーム、基本的にデザインされている絵柄の作品で使用した、倍にのみ特典が得られるものもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。